演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、ファンタプレミアグレープを飲みたいと思います。コカ・コーラ社の商品ファンタがさらにレアリティを増したんですね。いや、レアリティというのはどうなんですか。炭酸苦手苦手と言いながら結局こういうもの買っちゃうっていう不思議さ、とはつく分かりにくいものです。で、何奪還したこと言ってるんでしょうね。ではこのプレミアグレープ、通常のブドウとはどんなふうに違うのかな。では飲んでみたいと思います。では、確かにシュワッとはしますね、やっぱり炭酸ですから。でもこれって思ってたのがなんか違うな。やっぱり炭酸飲料なんであのシュワッと感はあるんですけど、それ以上にブドウの果汁が本当に濃厚で、シュワッとあるんですけどそれに負けない、いやそれ以上にブドウの甘みを感じることができてとっても美味しかったです。炭酸飲料が苦手でなかったらもっとブドウの味を楽しめたのかな。それは自分の好みだから、これのせいにするのは数字違いですね。とにかくブドウが好きな方にはぜひ飲んでいただきたいですね。それぐらい美味しかったです。というわけでこちらの点数とさせていただきます。それでは、カタツムリ、ある意味王やそのアユト、なんだろうそのアユトって、まあ歩みの遅さではある意味王様なのかもしれませんが、地道に努力していくのも必要ですよね。というわけで本日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。